はい、皆さんこんにちは。というわけで、先週末もう本当に素晴らしいものをねゲットできたんでレビューしたいと思います。もう本当にこれがレビューできるのがめちゃくちゃ嬉しいですもう今年の例えば、まあ、去年ちょっとやらせてもらったんですけど、トップ10ピックアップみたいな、今年買った中でトップ10みたいなものを、まあ年末にまたなんか10にしようか、まあ5にしようかとかいろいろ考えてるんですけど、まあそれをやるとしたら確実に入ってくるだろう一足ですね。というわけで、早速見ていきましょう。ボックスはこの通常のというか、このナイキのエアジョーダンの OG のボックスですね。で、ものがこちらです。 US11 マイサイズでゲットしましたエアジョーダン1レトロハイ OG ブラック、ダークパウダーブルーですね。ブラックじゃないですね、ホワイトですね、ごめんなさいでですね、もう言わずもがなのカラーリングですが、では早速見てみましょう。ものがドンのとこちらになりますね。エアジョーダン1、はい、OG、パウダーブル、ダークパウダーブル、ホワイトですね。はい、では全体をサクッと見ていきましょう。形のシルエットとしては、今年からリリースされているそのエアジョーダン1、はい、OG の、シルエットですね。昨年末のフラグメント以降の、ちょっとまたカットが高くなって背筋がまっすぐになった感じの、よりオリジナルに近づいた感じのシルエットですね。で、補強部分はこのダークパウダーブル。まあ、昔だったら、なんていうんですかね、ノースカロライナブルーとかって言われていたカラーですね。で、なんかオリジナルと比べると若干色が濃いめということなんですけど、まあオリジナルも今残ってるものって基本的にヴィンテージもので、まあそれこそ30年前のもので、経年劣化っていうか、まあ、経年変化が進んでるんで、まあオリジナルの色がどうだったかって分かる人は、まあ、なんていうんですかね、その比較対象がないんで、なんとも言えないとは思うんですが、その現存しているものと比べると若干濃いめのようですね。で、ここが、間がホワイトですね。で、どちらもこうツルツルの、スムースレザーが使われてます。で、ミッドソールもホワイトで、まあ、トーボックスのデザインがこんな感じですね。で、ホワイトの紐が最初からこう、最初のここだけ取ってて、あとは、全部外された感じで、まあ、昔のバッシュとかっていうか、そのスニーカーって昔は大体がこういう感じで、あの紐は通ってなかったんですけどね、最近のスニーカーってなんだか、いつぐらいからですかね、あの最初から大体紐が通ってるようになったんですけど、こういうのってなんかこう紐通す楽しみもあるし、僕なんか結構紐変えちゃったりするんで、こうなってると逆にちょっと楽しかったりするんですけど助かったりするんですけどね。で、シュータンは、ちょっと厚めにパッドの入ったナイロンですね。スベスベスという感じの、ナイロンですね。で、タンタクにはこのナイキアですね。OG の証みたいなところがありますね。内側はこんな感じです。まあまあ、外側と同じ感じですね。で、ヒールのデザインがこんな感じですね。ここにやっぱりジャンプマンいないでいいですよね。何年か前に、同じカラーでミッドカットでしたっけね。タンタクにジャンプマン、あとヒールにもジャンプマンっていう仕様で、復刻されたんですけど、まあ、その時もやっぱりちょっと、やっぱりこのカラーリングが間違いなくかっこいいんで、買おうかなって迷ったんですけど、迷った末にちょっとまあサイズなくなっちゃって買えなくて、ちょっと悔しい思いしてたんですけど、まあ、こうして、もうなおオリジナルに近いモデルが手に入ったんですごい嬉しいですね。で、こちらついてるように、同じく、ダークパウダーブルーの、貝紐がついてきますね。アウトソールはこんな感じですね。まあまあ普通のいつものエアジョーダン1のアウトソールですね。ダークパウダーブルーのいつものアウトソールです。内側はこんな感じで、ちょっと粗めのメッシュで、まあ同じくダークパウダーブルーですねの粗めのメッシュのインナーになっていて、インソールにはナイキエアのロゴが入ってます。はい、それではちょっと履いてみた感じをご覧ください。見るとこんな感じですね。ちょっと紐をねまだ白にしようかブルーにしようか迷ってるんで、ちょっと両方通してみました。こっちがホワイト、こっちがブルーでね。いやもうほんと、もうなんていうんですかね、もう言うことないです本当に綺麗なブルーで、もうカラーリングが最高に綺麗ですね。でもやっぱりこのエアジョーダン1っていう、もうほんとこのシルエットが完成されたスニーカーだと思ってるんで、やっぱりこういうジョーダン1にはこういう一番シンプルな、まあ、1色とか、あ、2色とか3色とかのそのシンプルなカラーリングが一番合うなっていう、もう特にこれなんてオリジナルカラーなんで、もう本当に何にも文句ないです。もう最高に
もう本当にこう上から見てるだけでもう惚れ惚れしちゃうような、一足ですね。で、まあサイズ感はまあいつものエアジョーダン1です。やっぱりこの幅がこの辺りがやっぱりちょっと狭めで、で甲も若干薄めですね。まあそのでもそのイメージにあるようなほどジョーダン1って最近薄くないかなって思うようになってきたんですけど、まあでもやっぱりダンクとかエアホさんと比べるとやっぱり甲は低いですね、確実に。では幅も狭いです。そうですね。あとその他のモデル、これは1以降のモデルと比べてもやっぱり1は特に細いような気がしますね。細くて薄いような気がします。でまあクッションとかはすごく薄めで、まあ30年前のシューズなんで、まあエアは確実に入ってるってこと、その確実にこうエアの感触はあるんですけど、やっぱすごく薄めで、もう割とこう地面の感じがダイレクトって感じですね。まあスケボーシューズとして愛用されたっていうあの歴史もあるんで、エアジョーダン、まあそういう感じですね。いやもうほんと何よりもこのカラーリングが綺麗ですし、もうほんとシンプルで、どんな服でも合わせられると、どんなスタイルでも合わせられると思いますし、まあカラーリング的にはすごい夏っぽい爽やかなカラーなんですけど、春とか夏っぽい、まあでももう本当にオールシーズンで履けるスニーカーだと思ってますし、僕もこれから冬ですけどもガンガン履きたいなと思っているところですね。まずは、どっちの紐を通すか決めないとって感じですけど、まあこのまま左右互い違いもありかなっていう気もしてきました。ちょっと本当に、いやもう本当嬉しいな。はい、以上、エアジョーダン1、はい、OG、ダークパウダーブルーのレビューでした。いやもう本当に今年は、ジョーダン1といえばやっぱり今年は、シカゴ、白赤黒のシカゴカラーがリリースされて、その後にも、シャッタードバックボードだったりとか、結構こう目玉になるモデルが多く出てきたんですけど、あとまああと DSM だったりとか、まあ去年末にこう幸運にもフラグメントのエアジョーダン1ゲットできて、あのやったと思ってたんですけど、そこで運を使い果たしたのか。シカゴもシャッタードバックボードも結局買えず、まあシャッタードバックボードはそんなに、入れ込んで買いに行ったわけじゃなかったんですけど、まあそのオンラインでちょっとパチってやっても買えなかったですし、その後なんかね、先日あったリストックもあったんですけど、それでも買えなかったんで、まあちょっと運がなかったかなっていう感じだったんですけど、でまあ DSM も自力では買えなくて、結局まあトレードしていただいて結局手に入れることができたんで、もう本当嬉しいんですけど、という感じで、ちょっと今年はジョーダン1あんまりないなぁと思ってたところに、これはもうめでたく、まあ Nike.com で朝携帯とパソコンでこうパチパチってやって、携帯の方で見事にカートに入ってくれて、で購入することができました。で今回ちょっと面白かったのは、いつもだったらその買ってから土曜日に発売して、土曜日の夜ぐらいにこうなんていうんですかね、注文が確定して、日曜日に発送通知が来て月曜日に届くって感じだったんですけど、その土曜日のね発売のものだったんですけど、今回珍しく土曜日の夜にもうすぐ発送メールが来て、日曜日の朝に届きましたね。もうちょっとナイキジャパンと運送会社のちょっと本気を見た感じがしました。ほんとすぐ届いてくれてすごい嬉しかったですね。で物も本当にすごく作りも良くてですね、このレザーの質も、まあその OG のシリーズになってから、その今まで出たミッドだったりとかっていうシリーズと比べるとだいぶクオリティは良くなってる。まあその縫製とかその接着剤のはみ出しとかっていうのは相変わらずなんですけど、そのレザーの質っていう点だけ見るとだいぶ良くなっているなっていう風に感じてたんですけど、今回は特に、まあ、今回っていうかこの今年に入ってからの OG のシリーズはさらに良くなってて、まあそのちょっと実物がないんでわかんないんですけど、シャッタードバックボードが本当にすごい素晴らしいクオリティだったらしくなんですけど、まあでもこれも本当に何ですかね、僕の所有してるその一昨年のモデル、2013年のクロアウのブラックロイヤルのジョーダン1だったりとか、去年の、黒白と比べても、まあその2つもすごくいいんですけど、と比べてもやっぱりなんかちょっと革も厚みがあるというか、しっとりした感じの質感になってて、すごくいい感じにだと思いますね。やっぱり何よりこの今回はそのシルエットもリマスタードされてて、このまっすぐめのシルエットだったり、あの背筋だったりとかね、この辺のカットがちょっと上がってるだったりとか、本当にすごくこだわった仕様で、今までに出した中のこのカラーのジョーダン1の中で一番オリジナルに近い形でこうやって素晴らしい形でリリースしていただいて、本当にもう昔から憧れてたカラーっていうか、まあ本当にその昔雑誌とかで見てね、90年代のブームの時とか見て、うわすげーって思ってたカラーだったんで、こうやって手元に
もう自分のものとしてこうデッドストックで所有できるって本当に嬉しいですね。もう早く履きたいですで、まだちょっと紐を白にしようか、こっちのブルーにしようか、まあオリジナルに近づけるんだったら白がオリジナルだとついてるイメージなんですけど、個人的には冗談はこの数字の色に合わせたシューレースにするのがかっこいいかなって思ってるので、ちょっとまたしばらく悩みたいと思いますねそんな感じですね。本当に嬉しいです、最高です本当に。そんな感じですね。ご意見、ご感想、ご質問等ありましたら、いつも通り、下のコメント欄までお寄せください。そうですね。最後までご覧いただいてありがとうございました。今日は、エアジョーダン1、はい、OG、ホワイト、ダークパウダーブルー、通称、ノースカロライナブルーのレビューでした。ではまたお会いいたしましょう。ピース。